消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがあよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。まあ、チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、まあ、もちろんですで、そちらのサブチャンが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、亮平です。お願いします。はい、本日、新年実は20日だ。多分今年初のモンタナさんでの撮影になるので、今年もモンタナさんよろしくお願いします。はい、本日なんですけども、1月、まぁ、ちょっといろいろバタバタしてたりとかして、その間に、来れなかった時の間に、モンタナさんに、まぁ、新しいものがね、入っていたので、そちらのご紹介をさせていただこうと思います。はい、そちらなんですけども、軟式用のグローブと硬式用グローブ、1個ずつで、どちらも同じ特徴があるグローブになります。はい、まず軟式用の方のご紹介をさせていただきます。それがこちら、ミズノのグローバルエリートになります。これはね、限定のカラーリング、のグローブとなっています。で、これ何が新しいって、ベルト部分見てください。これなんだっけ、ネオラインっていうのかな、 N のマークに、こういう風に見るとこっちかな、どっちかな、まあ、N のここの今まで IB ラインだったのが N の形になっているので、そういうまたちょっと新しい、ネオラインという、新しいデザインの、グローブとなっています。で、これ N ラインというのが、無限インフィニティを象徴する新たな、ベロを採用、ネオの N をかたどったラインはベロのフレックスを向上、呼吸時にしっかり握れるため安心感を持って次のプレーへと。はい、すいません、カンペ読まさせていただきましたが、ここにこういう風に、記載はされています。で、まあ、じゃあどういう特徴があるのっていうネオラインに、あ、まずここのベロの縦に屈曲ができるようになるので、こうやって立って、グローブの手首の使い方が、すごくやりやすくなる、っていったようなところがネオラインの新しい特徴と、なっているとのことです。あとはまあ、D リンクが入ってますね。ここかな。D リンクが入ってて、まあ補強になったりだとか、っていうのもあります。で、これ多分書いてはいないんですけれども、モデル的には坂本選手モデルではないかなと、いったような感じですね。すごい。もともとのグローバルエリート、坂本選手とかのモデルだと、ここに D リンクって入ってるのは、まあ元から確か入ってたんですけども、ここにインフィニティネオって入ってるので、ここも新しい刻印、1個出てきたところですね。で、相変わらず平裏のところにグローバルエリートの刺繍が入っています。で、嬉しいことにグローブケースもついてます。そうですね。まあ、型の特徴は本当に坂本選手っぽい型なので、しっかりと奥で、深く掴むというような、グローブの型をしています。これ限定品なので、ちょっと中学生とかは使えないカラーリングにはなってはいるんですけれども、まあ、すごく草野球人にはかなりもってこいなカラーリングしてるのかな、まあ、限定品なので、まあ、早めに、お買い上げいただかないとなくなっちゃうのかなといったような、グローブとなっております。で、やっぱりね、軽いグローバルエリートなんで、軟式用っていうのもあるんですけれども、軽さがすごい出てくるグローブなので、僕からすごいおすすめなので、気になった方はぜひちょっとご検討してみてはいかがでしょうか。ネオラインでもう一個あるので、そちらをご紹介していこうと思います。はい、ではもう一個なんですけど、それがこちらですね。硬式の投手用となっています。これが赤オレかな、ラディッシュ。まあ、水の特有の赤オレの色ですよね。ラディッシュの、グローブとなっていて、でね、びっくりしたのが、これ投手用でも D リンクついてるんですよ。すごいなって、これは今までちょっとなかったなっていう、あまりイメージなかったんですよね。坂本選手モデル、についてるイメージがあったので、これはちょっと新鮮ですね。 N ラインこれは、まあ、高校野球対応なので、同色 N ラインとか入っています。イメージで言うと、元中日巨人の井端選手が使い始めた IB ラインが多分元にはなってると思うんですけども、それに近いようなラインの設計ですね。
はい、まあこちらの方がちょっと大きめにはなっているんですけれども、でこれがサイズが11かな、投手用にしてはオーソドックスな感じの大きさの投手用となっています。今のところなんですけれども、このネオラインに関しては既製品というか、まあ多分これも限定になるのかな、まだ出始めなんでちょっとよくわからないんですけれども、今のところはグローバルエリートのみの対応となっています。こちらは刺繍、立体刺繍のグローバルエリートとなっています。いやすごいですよね、こんだけ分厚い刺繍が入ってるのでめちゃくちゃおしゃれだしね、やっぱ光り輝くじゃないですか刺繍って。多分これはライトゴールドなのかな、刺繍糸は。なので、まあ、すごい太陽とかの下でも光り輝くだろうなっていうのもあるので、まあ、ピカピカっとマウンドで輝きたい方なんかはおすすめとなっています。で多分これ今モンタナさんにあるのは投手用と、先ほどの限定モデルになるとは思うんですけれども、内野用とかも、多分出てはいると思うので、そういったところもちょっとぜひ皆さんチェックなどもしてみてはいいんじゃないかなと思います。でお値段なんですけれども、こちらですね、税込みで58,300円と、なっています。やっぱグローバルエリートなんでね、定価でも6万いかないっていうのはかなり良心的なお買い物ができるのかなといったところです。でね、先に値段言っちゃったけど革の張りもすごいいいので、まあそこは水野さんね裏切らないなっていうところもあるので、でやっぱ公式用なのにも、公式のピッチャー用でがっちりしてるにもかかわらず最初から硬さもあり、でもまあ、軽いグローバルエリートのいいところを取ってるグローブなので、そういったところでまあ1年生から買うのはちょっと気が引けるかもしれないんですけれども、持つだろうなって3年間ピッチャー用で、硬いし軽いしなの でこれなんかもすごいいいツヤが出そうな革質をしているので、ぜひぜひ高校生の皆さんだったりとか、ご検討してみてはいいのではないかなと思います。でね、左用もあったんですよ、ザ・左ピッチャーっていうような面構えをしているグローブで、すごい握りやすそうですね本当に。まあ左ピッチャー特有のこういう握りができそうな、最初からちょっとこっちにずれてるかなっていったような、グローブなので、まあ、左ピッチャーの方でもちょっと新しいグローブ欲しいなーっていう方がいれば、モンタナスポーツさんに、来ていただければ置いてありますので、気になった方はぜひちょっと注目してみてください。すいませんすいませんすいません、ちょっと順番前後しちゃったんですけども、限定モデルのお値段が税込みで38,000円となっています。まあこれもね限定品、軟式はちょっと高いなと思うかもしれないんですけども、限定品で、まあ、すごい革質もよく、張りもありいいグローブなので、もう他の人と違うグローブを使いたいっていう方にしたら結構お買い求めしやすい金額なのかなと思います。ということで、本日は、こちらのミズノの新しいネオライン、まあ、IB ラインの進化版って言ったらいいのかな、ネオラインの、グローブ紹介、をさせていただきました。まあね本当に今年出たばっかりの2022年モデルの、グローブではあるので、まあ、今後たくさん出てくるとは思うんですけれども、まあ、いち早く入手したい方、などは、ちょっと詳しく調べてみてもいいのではないかなと思います。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。